はい、こんにちは、公立中高一貫校対策講座、グラフ表に強くなる、ね、グラフ表問題に強くなる、今回は、バーチャルウォーター、バーチャルウォーターって皆さん聞いたことありますか、ね、バーチャルっていうのは仮のとかっていう意味です、またウォーターは知ってるよね、水だよね、おっとちょっとこれぐらいにしておこう、ね、バーチャルウォーターが 何なのかということはね、知らない人もたくさんいると思います。でも、今までも勉強してきた通り、公立中高一貫校の適性検査では知らない言葉、ね、初めて聞く言葉、こういうのも、会話文読むうちにだん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 分かっていくはず、そういう説明がされるはずですね。ちょっと、ね、何かを言う前に、このバーチャルウォーターが何かってことは言う前に問題を先読んじゃいましょう。はい、では読んでみるよ。うん、今までいろんなものについて勉強してきたね。資源というと君はどんなものを思い出すかなって聞いたら、ゆうきくん、埋蔵量が年々少なくなっている石油、そうだね、火災年数なんていうんだけども、採掘可能な年数、ね、うん、そうなんだよ。石油とか石炭とか、ね、化石燃料、ね、こういうのはだん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 人間が使っているうちに減っているね。これは確かに問題だ。あとは、ね、火災燃料が、埋蔵量が年々少なくなっている石油や石炭、原子力発電の燃料に使うウラン、あと最近だとメタンハイドレードとかシェールオイルなんていうのもね、最近出てきたね。そう、資源っていうとみんな多分こういうのを思い出すんじゃないかな、ね、でもゴリの発言、なるほど、資源というとエネルギー源を連想するのは自然だけど、ね、私たちの身の回りにあるもの、最もありふれた物質、そう、実は水も大切な資源なんだね。今回は水についていろんな角度から見ていこうと。確かにそうだよね。僕らにとっては水道、ね、ひねったらバーっとお水出てくるでしょ、ね、僕ら日本人だとそれが普通に思えてるんだけれども、実際はそうではないところが結構あるんです、ね、まあちょっと後にしておいて話続き見てみるよ、ね、いつも通りいろんな資料を使って考えるんですね。そもそも僕たちが生活に使うことができる水は地球上にどれくらいあるか知っているかい。地球の表面積の 70% は海。うん。地球儀とか世界地図見ると、ね、陸地よりも海の方が多いよね。水たくさんあるじゃない。って思うんだけど、ね、実はそうじゃないんだよ。ね、ゆうきくんはだから、水はものすごくたくさんあるじゃないですかって言ってるけれども、ここで言う資源としての水は、淡水。ね、要は真水だね。真水のことなんだ。地球にある水は塩水、まあ、塩水だね、海の水みたいなもんだ、ね、塩水と淡水の2つに分けられるんだよ、ね、農業に使うのも僕たちが飲むのも淡水でしょ、ね、海水飲めないよね。うん、海水ではダメなんだよ、ね、海水で農業しようと思ったら全部枯れちゃうよ、ね、僕たちの生活に直接大きく関わっているのは淡水なんだよ。実際にどれぐらいの淡水資源があるのか調べてみよう、ね、ということで資料1が出てきた、ね、そう、資料1は地球上の水の量をいろんな項目に分けて細かく見ている表だね。で見てみよう。水の種類、海水、まあこれは塩水だね、塩水だ。地下水には塩水と淡水があるよ。土の中、そうだね、土の中に水が含まれてるよね。氷河、ね、などなどいろいろあるよね。でそれがどれぐらいの量なのかが書いてあって、さらにお隣、ね、全水量、つまり水の合計だよね。塩水と淡水全ての水の量の合計に対する割合があって、最後一番右端が、ね、淡水量、全淡水量に対する割合。これだったら、ね、
塩水は除いたものだね。今話を聞いていると資源としての水というのは淡水の話だってなってたでしょ、ね、さあそこでいきなり問題1です。資料1の R から A に入る数値を答えなさい。じゃあ見てみようか。うん、あのところは塩水の合計で、E は淡水の合計だね。計算たくさんするのめんどくさいね。だって項目数字がさ 1,2,3,4,5,6,7,8,14 ぐらいあるよ、ね、しかも単位は1000立方キロメートル、さらに小数第一まであるしね、どうしようと思うんだけど、ね、今回実はこの問題作ったのには意図があります。何かというと、ね、毎度毎度言うけれども統計処理、ね、これが適正検査突破の鍵になるんだよって言ってるけれども、同時に適正検査っていろんなものを書いたりとか文章を書いたりとか説明したりとかたくさんやらなきゃいけないでしょ、ね、そうなんです。実は時間との勝負でもあるんです。いい？いかに要領よくこの統計処理の問題、ね、計算の問題を切り抜けるか、これっていうのがすごく大事なの。なぜかっていうと、そこで少しでも時間を短縮できれば他の考える問題、ね、より良い答えを書く、あとはうーん難しいなって時に考える時間、これ余裕が出るでしょ、ね、だからこういう統計処理の問題に関してはなるべく時間を節約しよう。どうやったら節約できるんだろうって考えた時に、いい？もう授業やっててもすごく多いんだ、真面目な人ほどね、あ計算だ一生懸命ってやるんだけど、まずは全体を把握しよう。今地球上の水って2種類に分かれるんだよね、塩水と淡水、ね、ちょっとこの表を見てごらんよ。ね、水の種類のところに塩水と淡水って分かれてるけど、ちょっと塩水のところ丸つけてごらん。そう、塩水は3つしかないね。ということは塩水を出すのは3つ出せば終わっちゃうよね。さあじゃあ残った14個のうち3つ終わったから11個、淡水足す？足さなくても全合計が出てるんだから、あとは全合計からこの塩水の分を引いてあげれば淡水が出るんじゃないの、ね、こういうの容量の良さです。いい？そのためにはまずはこの表に書いてあることが何なのかということを大まかにスピーディーに把握することが必要だということ、いいかな、ね、この容量の良さっていうのが他の問題の回答の正解率を高めます。もちろんね、これめんどくさいけど一生懸命やったら合うんだよ、ね、ただそれで1問合っててもちょっと足りないよね、他の問題もきちっと合わないと、ね、で一生懸命やってようやく終わった、はい時間切れ、寂しいでしょ、ね、うまく時間を使えるようにまずはしっかり把握をしてください。さあ次うとえなんだけれども、やっぱりこれもあといいを出したのと一緒だよ、うん、塩水のパーセントさえ出せば 100% から引いたら淡水のパーセントすぐ出るでしょ、ね、いい？要領よく素早く正確に統計処理計算をしましょう、ね、いい？計算は単純な計算だからです、すごいスペシャルなテクニックとかじゃないからね。で正確にやることによってここでまずは得点ゲット、素早く終わったらその分他の時間、残りの時間を他の問題に使って回答の正解率をアップさせる、いいね、はい、情報を整理する、時間を整理するということです。さあじゃあ続きいこう、ね、ゆうきくんの発言、そう意外とみんな知らないんだけれども水資源がこんなに限られたものだとは知りませんでした、ね、そうだろう、ね、実は水についてはあまり知られていない考え方があるんだ、日本がたくさんの水を輸入しているなんて話聞いたことあるかな、うん、
ね、ゆうきくん、確かにスーパーに並んでいるミネラルウォーターは外国のものが多いけれど、水が自給できてないってことなの？ね、そっか、他のものと一緒で水が足りないからいろんなミネラルウォーターを輸入するのかなってことだよね。実はそういう意味じゃないんです、ね、うん、言ってるのはバーチャルウォーター。ここでバーチャルウォーターという言葉が出てきました、ね、かっこ仮想水って書いてあるでしょ。仮想水、これも聞いたことないけど漢字は便利だね。それぞれの漢字一つ一つ見てったらなんとなくイメージが湧くんじゃないかな。仮装するっていうことは、これは仮にだよね。そう想像する、もしもこうだと想像する水ってことだね。さあさらに説明は続くよ。バーチャルウォーター、バーチャルウォーターとは輸入される 作物、まあね、農作物とか食品を作るのに必要とされる水の量のこと、ね、農作物や食品を輸入したらそれを作るのにやっぱり水も必要でしょ、ね、それを作るのに必要な水も輸入したと考えよう、ね、そういう仮の水の量の考え方。実際に水を輸入わけではないからバーチャルな仮の数値だね。ここに関係する資料があるから見てごらんって。大体分かったでしょ、ね、さあ見てみよう。資料の2、 1kg の食品を育てる作るのに必要とされるバーチャルウォーターの量、つまり、ね、牛肉 1kg を作るためにはね、1kg 分だよね、20.7 リットルの水が必要だ、ね、豚肉を 1kg 作ろうと思ったら 5.9 リットルの水が必要だ、ね、はい。資料の3、2009年の各国の食料自給率、まあ、これはみんな知ってると思うんだ、ね、食料自給率っていうのは自分の国でどれぐらいの食料が賄えているか、ね、食料自給率が低いってことは他の国から輸入してるよっていうことだよね。さあ資料の4番、2010年度の日本の食料需給表、ね、いい？食料需給表ってことは、ね、それぞれの品目について、ね、どれぐらい輸入したのかなとかどれぐらい生産してるのかなとかそういうことだね。いい？さあ会話、日本は外国の水に依存しているんですね。外国の 水不足にも、あ、ごめんなさい、外国の水不足に日本も関係があるというわけだ。さあ問題の2を見てみよう。括弧1番、資料2について以下の問いに答えなさい。丸1、資料2にある品目を2つのグループに分けましょうと、ね、またそのグループをのそれぞれにタイトルをつけなさい、ね、2つのグループにタイトルをつけましょうってことだね。さあ見てみよう。資料に牛肉と豚肉、鶏肉、米、大豆、小麦、トウモロコシ、この7つを2つに分類しようと思ったらこれは簡単だよね。うん、そうだ、ね、片方は肉だ、ね、肉になる、まあこの場合は肉か、肉、つまり畜産物だね。うん、片方は畜産物ということになる、または動物なんていう言い方もする、ね、畜産物に対して米とか大豆とか小麦とかトウモロコシっていうのは農作物、ね、畜産物に対して農作物、ね、じゃあ動物に対しては、まあ、植物だろうね。うん、ここが対になってるってことは大事だね。うん、言葉2つに分類したときにはそれが対になるように分類してあげることが大事です。丸1番は簡単だったと思います。丸2番、あなたがした分類について資料2から分かることを書きなさい。うん、こうやって見てみるとどうだろう。米なんかは比較的、うん、水をたくさん必要としているのかもしれないけれども、まあ、全体的に農作物の
農作物を、まあ、1kg 育てる作るのに必要とされる水の量というのは少ないよね。うん、畜産物に関しては全体的に多いよね。そうだね、お米に関しては日本の場合特にみんなどういうところで作るか分かってると思うんだ。お米の場合は水田だよね、田んぼだもんね。畑よりもお水を使うだろうなっていうイメージはあるかもしれないけれども、特に牛肉はものすごいね。うん、豚肉の4倍ね。さあ、じゃあこういう答えでどうかしら。 1kg の食品を作るために必要とされるバーチャルウォーターの量について、農作物と畜産物を比べると、畜産物は農作物に比べてより多くの水を必要としていることがわかるね。牛肉、豚肉、鶏肉、どれも他の農作物よりも必要な水の量は多いですっていうことに気がついてということですね。はい、次、括弧2番、資料2では牛肉 1kg に必要とされる水の量は非常に多いことがわかります。さっきも言ったよね、約豚肉の約4倍、ね、米とか見ると全然違うよね。トウモロコシ、小麦とかに考えるととかで考えると10倍だよ。なんでこんなにたくさん水使うんだろう。そっか、植物と違ってごくごく飲むからかな。ね、確かに牛ね、バケツの水飲んでるようなの見たことあるかもしれないね。動物だもんね、僕らだって水飲まないと死んじゃうもんね。はい、ね、でもここのところで大事なのは、会話文と資料2を参考に、なぜ牛肉のバーチャルウォーターの数値が高いのか、あなたの考えを書きなさいって言うんだけど、ね、発言をよく見てください。いい？例えば、会話の中にこんなのあったよね。輸入される作物や食品を作るのに必要とされる水の量のことね。農作物や食品を輸入したら、それを作るのに必要な水も輸入したと考える、ね、それを作るのに必要な水も輸入したってことは、牛肉を育てるのに使う水っていうのは牛に飲ませるだけかなと、ね、どうやって牛を育てるのか考えてごらん、ね、みんなね、ここに出ている牛肉、豚肉、鶏肉、米、大豆、小麦、トウモロコシ、ね、君たちの学校の授業の中でどうやって育てているのかっていうのは、ね、ある程度勉強しているはずだ。牛ってどうやって育てんの、ね、牛は水だけ飲んでいれば育つのかな。違うよね。牛を育てるためには飼料が必要だ。そう、飼料ってことは何、どういうものを飼料にしてるのって言ったら、ね、トウモロコシであるとか、ね、牧草であったりする。そうなんだよ。実は牛が食べる飼料も水を必要とする。牛が食べる飼料を育てるためには水が必要だから、その分も牛にとっては必要な量、牛を、ね、育てるのに必要な水としてカウントすると二重に増えてしまうでしょ。だから牛の、バーチャルウォーターの量というのはものすごく多いということになるんだ。だからこれを文章にまとめるとこんな感じかな、ね、牛を育てるためには飲み水の他に飼料が必要だ、ね、その飼料を育てるためにも同じように水が必要になる、ね、このことから牛が直接飲む水以外に飼料を育てた分の水も牛の生育にかかる資源として加えているからね。ただ単に牛が飲むだけではなくて、牛の飼料の分もその牛に使った水だってことだ、ね、さあ3番です。飼料2と飼料3、飼料4を参考に、なぜ日本が外国の水に依存していると言えるのか、あなたの考えを書きなさい、ね、なぜ特にこの括弧2番で牛の話になったのかなって考えてごらん、ね、あとはこの品目も考えてごらん。それと資料4、ね、トウモロコシものすごい量を輸入してるでしょ。そう、これら全部輸入するものは外国の水を使ってるってことじゃないかな。
ね、日本は食料自給率が低いってことがこの資料3から分かるはずだ、ね、うん、で農作物、ね、食料品を大量に輸入してるでしょ、自給率が低いってことはそういうことだよね、うん、そうすると直接ではないけれども結果として外国で農作物だとか、まあ、畜産物を育てたところで水を使ったりその分を輸入したっていうふうに考えられるでしょ。バーチャルウォーターの説明で農作物や食品を輸入したらそれを作るのに必要な水も輸入したと考えるってちゃんと書いてあるはずだよ。ここをちゃんと作業チェックしているのかがポイントです。ですからこういう答えでどうでしょう。資料2から食料を育てるためには多くの水が必要だと分かる。資料3にあるように日本は食料自給率が低く、資料4のように品目別に見て日本は消費量のうちの多くを国内生産で賄えていない。これらのことから日本は他国の水資源によって育てられた食料を多量に輸入することになり、バーチャルウォーターの立場から見ると水を輸入しているのと同じになるから、ね、こういう答えでいかがでしょうか、ね、水の問題ってね、今回はバーチャルウォーターっていう視点から見たけれども、まだまだ、ね、いっぱい覚えておいてほしいことはあります。まずはね、例えば君たちテレビで見たことないかな、ね、今君たちはこうやって勉強してるけれども、ね、学校にも行かないで遠くまで水を汲みに行っているアフリカの子どもたちの映像とか見たことないかな。そう、あれも水問題、ね、資料集、例えば国政税とか見ると、ね、安全な水へのアクセスっていうんだけれども、実はね、水資源っていうのはすごい限られているから、ね、すごい大事なキーワードなんだ、ね、この水っていうのが実は日本の場合は島国で山があってたくさん確保できているけれども、砂漠地帯だったらどうだろう、ね、水をめぐって争いも起こるだろうし、ね、あとはやっぱりその水っていうのが地球上のいろんなところに偏在している、南と北とで違ったりするでしょ、地域によっても違うはずだ、ね、それが実は貧困にも関係してたりするんだ。例えばアフリカであればさっきも言ったように、ね、学校にも行かずに一日何回もだよ、ね、水を汲みに行く家族のために、ね、そういう状態であれば、ね、水がないことで学校も行けない、ね、勉強もできない、そうなるとなかなか貧困から抜け出せないとかね、あとはその汲んできた水も安全であるかどうか、ね、病原菌が、ね、入っていたら、ね、なかなかちっちゃい子だと抵抗力がなくて死んでしまうとかね、うん、そういう問題もある。あとはそうだな、うん、あとはとりあえずそれぐらい覚えておけばいいことにしようかな。はい、今回はここまでにしたいと思います。